コニカミノルタミノルタミノルタ株式会社はかつて日本に存在したカメラ副社機を主力とする大手工学機器メーカー。本社は大阪市中央区安土町に存在していた。日本の工学機器メーカーとしてはコニカに次いで2番目に古い歴史を誇る。2003年にコニカと合併しコニカミノルタとなったが同社は2006年3月をもってカメラ フィルム関連事業より撤退している。創業者の田島和夫は日本に職を求めてきたドイツ人、ビリー・ノイマン。日本で写真機械の輸入をしていたドイツ人、ウィリー・ハイレマンと協力してカメラの国産化を企て、1928年11月に個人企業の日独写真機商店を設立した。社名はこの協力関係を表すとともに、来の当時、 ドイツの技術を誇示する意図もあったと思われる。兵庫県向こう軍に工場を建設し、30人ほどの従業員を集めて事業を始めた。当時の近畿地方には精密工業の基盤が全くなかったため、ネジ一本の生産、メッキに至るまで下請けには出せず、自社で行わねばならなかった。1 9 2九年三月に第一号機ニフカレッテを完成し、これは、 エクラウスのローレッテのコピー、レンズとシャッターはドイツからの輸入品であり、また後院も不慣れで、当初月産50台という状態ではあったが、ボディはなかなかの出来であった。イゴブランドは、社名の2、フォトグラフのフ、カメラのカからニフカを使用した。1930年には、ハンドカメラのニフカクラップ、ニフカスポーツ、ニフカドックスなどを発売し、製造も軌道に乗った。 1930年10月に、向川工場でストライキがあり、田島和夫は恩検索を提案したが、工場責任者であったウィリー・ハイレマンは、ストライキ参加者全員の解雇という強行策を押し切り、二人の関係が微妙になっていく。1931年7月、資本金30万円で、モルタ防止会社に組織変更した。この時点ではまだ、 ドイツ人二人は在籍していたのにもかかわらず、会社名からドイツに相当する文字はなくなり、無限責任社員は田島和夫のみで有限責任社員にも名前がなかった。ビリー・ハイレマンは1931年11月に退社し、向川上流にシャッター工場を開設し、1932年にビリー・ノイマンも退社して合流、ノイマン・ハイレマン工場となり、 タジマに対抗意識を燃やしていくことになった。ニフカレッテは、シリウスベベ、ニフカクラップは、シリウス、ニフカスポーツは、アルカデアに改名し、ニフカブランドも廃止された。1933年にミノルタ、セミミノルタが発売され、この時、ミノルタブランドが初めて使われた。ミノルタは、マシーナリーインストルメンツオプティカルバイタシマという、英語の文字から取ったもので、 創業者の田島和夫によって名付けられた。この名称は、実る他の意味も含んでおり、創業者の聖母が、実るほど頭を垂れる、稲穂のように、常に謙虚でありなさいと言っていたことを肝に銘じて、起きたかったからとも言われている。1937年、千代田工学聖工株式会社に、組織変更した。不思議なことに由来について何も伝わっていないが、 当時の自局柄欧米的造語を酒国粋的な名称を選んだと考えられている。浅沼商会は、モルタ防止会社時代には、数ある取引先の一つに過ぎなかったが、1937年12月10日、浅沼商会との提携披露宴が開かれ、1938年1月19日に、浅沼商会は、写真材料店120名を招待し、 ミノルタ製品を披露した。以後ミノルタ製品は、浅沼商会の名前で販売されることになり、当時は問屋の力が強かったため場合によっては、浅沼商会の広告に、弊社工場におて、金星などと書かれる場合もあり、戦前からのカメラファンの中には、浅沼商会がミノルタ製品を作っていると誤解していた人も多かった。1937年7月7日、 横行橋事件に始まる日中戦争の拡大を受け、1937年9月に臨時資金調整法、輸出入品等臨時措置法、軍需工業総動員法が交付され、軍需産業以外の産業は極めて困難になった。さらに1938年4月に国家総動員法が交付され、この傾向はさらに強まった。 1938年ミノルタにも大阪の陸軍造兵省から砲弾新刊を受注し、海軍からは双眼鏡の注文が入るようになり、企業の生き残りのため積極的に軍の注文を受けるようになった。このため、陸軍予備役であった田島和夫に招集令状が来て入隊したが、しばらくして仕事の方でご奉公せよと除隊になったという。 カメラ生産も順次縮小されつつも続けられた。第二次世界大戦の敗戦で軍需工場の指定は解除され、その後占領軍による民需生産転換も許可されたが、向川工場、天ヶ崎工場、小松工場は空襲や火災で全焼被害を受けており、残っていたのは堺工場、大阪市東区に逆疎開した本社工場、伊丹工場だけであった。 これに加え配線で閉鎖されていた豊川海軍、交渉工学部を買い取り、豊川工場として再出発した。部品の残りや焼け残った金型などを使用し1946年には戦後第1号機となるセミミノルタイーヤを発売できた。1962年にカメラのブランド名であったミノルタを社名に関し、ミノルタカメラ株式会社に称号変更。 1994年にミノルタ株式会社と解消した後は2003年8月にコニカ株式会社と経営統合するまで同社名が使われてきた。また、ミノルタの最後期に使用された CI ロゴマークはソウルバスによりデザインされたもので、現在のコニカミノルタでも引き続き使用されている。詳細はコニカミノルタの冒頭の説明も参照されたい。 一眼レフオートフォーカスカメラのアルファーシリーズ、デジタルカメラのジマゲシリーズ、業務用副写機。なお、歴史が長く一般消費財でもあるカメラで知られているが、事業規模としては1980年代に副写機を中心とする事務機器が主力となっている。その後のコニカミノルタ統合後も同様、1929年発売のベスト版カメラに吹かれてに始まる。 その後にガンレフカメラを得意としていたが、1947年発売のミノルタ35を皮切りに次第に3 5ミリカメラに開発の比重を移していくこととなる。1962年、NASA の厳しい試験をクリアした3 5ト、mm、ルレンズシャッターカメラ、ハイマチックがグレンチューサー乗り込むフレンドシップ7号の宇宙飛行用カメラとして採用され、 フレンドシップ7号にちなんで製品名称に7を多用するようになる。ミノルタのカメラが普及した背景には、技術力も去ることながら、ミノルタの CM 戦略も大きかった。1980年、宮崎義子を起用した X-7 の CM が、大ヒット X-7 は芝叩く間に、当時のベストセラーモデルとなった。 1985年発売、世界初のシステム一眼レフカメラ、α-7000 に始まるオートフォーカス一眼レフカメラの α シリーズは、マニュアルフォーカスとの互換性をなくし絞りも、ボディ側から電子制御する等電子化された、新マウントミノルタエマウントを採用し、第1回ヨーロピアンカメラオブザイヤーを受賞するなど、日本のみならず世界中でのヒットとなったが、 1987年、アメリカ合衆国ハネウェル社が、同社の保有する、オートフォーカス技術の特許侵害で訴訟を起こし、ミノルタは、約1億ドルもの和解金を支払うこととなった。この特許侵害訴訟では、サブマリン特許という概念が、日本企業に認知された。このハネウェルトンの特許訴訟に敗れたことに加え、キャノンニコンが地道に改良を重ね、 やがてカメラの売り上げでミノルタを上回るようになる。デジタルカメラの開発では、競合他社に大きく、遅れを取り、2003年コニカと合併し、コニカミノルタホールディングスとなってからも、CCD イメージセンサーを動かすことで手ブレを補正する、アンチシェイクなど、独自の技術で他社に挑んだものの努力は実らず、次第に業績が悪化。2006年1月19日、 コニカミノルタホールディングスは、翌2006年3月末に、写真フィルムから、レンズカメラに至るすべての写真関連分野から、撤退することを発表した。アルファブランドを含むデジタル一眼レフカメラについては、先に提携を発表していたソニーに譲渡し、同時期をもって長年続いた、ミノルタのカメラ事業は幕を閉じた。ミノルタは、早い時期からガラス業界、県は、 コーティングまで全て自社の工場で行い、ロックールブランドをつけていた。1941年入社の斉藤都に引きられた設計人により設計されよく映る優秀なレンズが多く、レンズ製品のブランドロックールはミノルタ製カメラの名を凍らしめる原動力となった。ロックールの名称は創業地である西宮市から近い神戸市六甲山にちなんで命名された。 世界で初めてマルチコートが施されたのもロックールレンズであり、このコーティングをされたレンズ特有の緑色の反射光から緑のロックールと呼ばれ有名になった。しかし1981年、ロックールの名称は消えて単にミノルタレンズと表記されるようになった。これに関してはレンズに独自の名称をつけないという当時の風潮に従ったという説と、 ニュー MD レンズ開発の際、一部の光学レンズの供給を他社に頼ったためとの説がある。ロッコールレンズにはロッコール QF というように、最後にアルファベット2文字の記号がついているものがある。これはレンズの群数、枚数を表している。記号と数字の対応は以下の通りである。したがってロッコール QF は4群6枚となる。また輸出向けレンズに限り、 ロッコール、X、セルティックの名前が付いているものが存在する。2003年8月にコニカと経営統合し、持ち株会社、コニカミノルタホールディングスを発足させた。その際、ミノルタは、コニカミノルタホールディングスの子会社となった。その後、2003年10月に、ミノルタは、コニカミノルタホールディングスに合併し、ミノルタの各事業は、以下の、 各参加会社にそれぞれ継承された。その後、コニカミノルタセンシングとコニカミノルタオプトは2012年4月に事業再編を行い、コニカミノルタオプティックスとコニカミノルタアドバンストレイヤーに解消。2013年4月にグループ内の再編に伴い、コニカミノルタオプティックス、コニカミノルタアドバンストレイヤー、コニカミノルタビジネステクノロジーズを含む事業史、 会社7社がコニカミノルタホールディングスへ吸収合併し、同社はコニカミノルタ株式会社となった。出店、ありがとうございます。